カステラ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、で、新年が発売したんですけど、はいはい、なぜかもう今、そうだね、土曜発売で今、今ベアビーだから、うんうん、まあまあ撮ってるんだけど、なぜかっていうと僕がなぜかこうね予約したのに買いに行けないっていう意味が分かんないね事態だったので、はいはい、ちょっと向けてなかったんですけど、じゃあ向いていこう。 2箱買ったよ。マジなんだろうな、とりあえずハオシリは1枚欲しい。あとオットアイズ系の新規が来てるんで、はいはいはい、あの辺ちょっと欲しいですかね。とりあえずハオシリを引きに行こう。今回なんか目玉ってない。まあそうだね。あ、次回審ってこれだよね。次回審がそう、これ。なんで次回審入るの？なんで今更っていう感は確かにあるけど。あ、先言っときよ。カード来たらぶっ殺すから。なんかパックの材質がエクストラパックになってる。なんか小尺な加工をしてきてる。小尺なって。絶対にカード切らない方法として、こう、横に、こうまずパパパって下にやってから、こうやって横にした状態で、その上の部分を切ると、絶対カード切らない。そうね。さあ、なぜか俺が買った団子を二人で剥くっていう。ほぼ本当にアークファイブラストパックみたいな感じだね。そうだね。うん、魔界台本、エンタメ、ジャイアントレックス。だって恐竜さんだどん。あ、アマゾネスペットタイガー来ましたね。ペットライガー。お、検討集。検討集。お、バグスーカ来ましたね。ジレア、これ結構高いらしいですよ。そうなの？うん、時空超越、なんかストライドジェネレーションってあのバンガードだね。サンダルフォン、ザフィオン、お、クソイルカ、スーパーレアだ。クソイルカ、スーパーレアだ。ドリームガイ、サンダルフォン、拳、ジュラシックインパクト、オッドアイズシンクロン。あ、シンクロン、ね。これがなんか強いって言われてるらしい。てかあのなんかオッドアイズのこの融合とシンクロを司ってる2種はマジで強い。あ、なるほど。こっちの方が使いやすそう。サディオン、幻刀重装督、エイディトル、グラディアルビースト、なんか出すやつ出せ出せ、金ピカきた、アマゾネスの石膏、上弦、電脳銃、ディアブロシス。おめえそんなとこにウルトラレアーク使ってんじゃねえや何引いてんだよ。バツカイのやつ来たこっちも来た。ホワイトモーレ、加減、ザフィオン、スローライフ。スローライフ来てるね。スローライフ、スローライフはいいよ。と、ダークネス、ヒルダーアーマゲドン来ましたよ。レア来ましたわ。ラツイオン、ミノタウルス、カミオン、ディディディ、アンバー、アンバターへ、ね、オッドアイズ、ランサードラゴン。ランサードラゴンはね、ワンチャン、ワンチャンが、オッドアイズ、ディゾルバー、ラダーストリックス、時空超越、オタスケ。おめえ変なとこにウルトラレアつくわけ使ってんじゃねえよあれ、これで俺ウル200来たお前そんなとこに使ってんじゃねえぞあれ、俺のパックもしかしてウルこれで終わりって。やだ、君の選んだパック弱すぎるやだ弱いでも俺の金で買った俺のパックだから結果俺が損してんだよこれ二人とも覇王子竜ないがワンチャンあるよ。ミノタウルス、ジャイアンドレックス、グラディアルビースト、ホタスケ、バグスーが2枚目来た。アディオン、エンタメ、ノクシウス、加減、ディアブロシス、アダーソリス、アリアルビスト、アマゾネスの石膏、時空超越、究極進化薬、ダフィオン、サンダルフォン、拳、お、ハオシリュウ来ました。おお、ウルトラレア、祝が良かったな、わがままあ、アマゾネスお、エンペス、エンプレス、スーパーレア号埋められていくぞ。ドリームガイ、スローライフ、上弦、カミオン、究極進化薬、モーレイ、ライガー、ディゾルバー、ラツヨン、オッドアイズシンクロン。シンクロンね。スローライフも。で、ドリームガイ、サンダルフォン、コブシ、ジュラシックインパクト、お、五光の魔術師。五光の魔術師、コレクターズだ。で、ミノタウルス、サディオン、エンタメ、次回に行こう。あ、いいカード。リバリアンシャーク。リバリアンシャークはいいカードだよ。で、エンタメ、ジャイアントレックス、ライガー、ノクシウス、V ヒーロー、ウィッチレイド。ウィッチレイドもいいね。ウィッチレイドジレアじゃね、今。来ちゃった？あ、ウィッチレイド、ジレア。ジレア避けようよ。こっちのやつはジレアを全部避けてあげる。ラスト。
次回巫女はなんか高いんじゃなかった。次回巫女は今回相場見てないんだよね。うん、やったね、次回神がこれで使えるぞって1枚しかない、ね、組むのに絶対3枚いるやつだろこれ。他が 1,2 枚しかなくてもこいつは3枚いるよで、じゃあラスト5、はい、サディオン、エンタメ、ノクシウス、加減、カーテンライザー、チレア、ラダーストリクス、エディトル、石膏、時空超越、タスクユートピアガイ、ザフィオン、サンダルフォン、コブシ、ジュラシックインパクト、シロアマゲドン石膏、加減、お助け、お鉄道スーレア鉄道で、バグースカで、オッダイズミノタウルス、ジャイアントレックス、アンバタエ、お助け、またシロアマゲドン。要はラダーストリクス、時空超越、ダークネス、ヘラアマゲドン、アッチオン、アマドネス、タイガー、モーレイ、ビッチレイド、ダイフォン、ジャイアントレックス、エディトル、オッダイズミノタウルス、極王の魔術師、そっちも出たアミオン、石膏、上限、スローライフ、ランサードラゴン、ノクシウスなんでポケモン言えるからみたいな、バリアンシャーク、こんな感じか。まあ1枚引けたしいいかな、まあ、そうだね、それぞれ1枚引いてるし、ああ、いや、いらねえ、いるか僕の魔術師もう1枚欲しいな、こうなってくるのね。てか、え、オッタイズシンクの俺引けてなくね、こっち2枚出たね、これ1枚も出てないんじゃね、これ。んー、なんか偏ってる、いつもジレア最低1枚ぐらい出るよね。うん、どういうことなの。でもまあそっち覇王子竜出てるし、いやー、シンクロの方がいいです中身的には、中身的にはそっちの方がはい、っていう感じです。興味がある人は見てみてください。なんかね、安売りしてるとこもあるみたいなんでね。マジで、やっぱりほら、テーマがかけられちゃってて汎用のカード今回少ないじゃん。ああ、まあ確かに、やっぱ下がる傾向あるんですまあ仕方ないね、それは。まあてかアークファイブ最終パックだからね、リンク召喚にあまり対応してないんで、そういう意味でもあんまりなのかな、あんまりっていうか、なんかこう全てのプレイヤーが買いたいっていうパックじゃない、なファン向けっていう要素が強いから今回、はいはい、っていう感じです。まあなんかこの中に入ってるテーマが一個でも踏みたいよっていう人がいればね、ちょっとでも買ってみてください。というわけでお相手はトフトプレイでした。じゃあ、したっけかな。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。